こんにちは、仏壇ことドットコムの高安です。この沖縄仏壇ことドットコムとは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを実践に沿った形で分かりやすく解説しています。いざという時に慌てないように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日は沖縄の仏壇ごと、ひぬかんごとの基本の木を解説していきたいと思います。これまで仏壇ごとやひぬかんごとをやってこなかったけど、やりたいってそろそろ思ってるんだよねっていう方とか、そういう方はまずはこれを見てもらえれば考え方の方向性がわかると思います。またもう何年も仏壇ごとひぬかんごとをやってきてるから基本はできてるはずって思ってても、意外に初心を忘れていたりとかするので、自分はちゃんと理解してるかなっていうチェックしながら見ていただけると嬉しいです。さて、まずは沖縄は何よりもひぬかんから始まります。何事もひぬかんから始まります。朝起きてひぬかんに挨拶しますよね。子供が生まれてもひぬかんに挨拶しますよね。悩みがあるとひぬかんに報告しますよね。嬉しいことがあってもひぬかんに報告しますよね。行事ごとでも必ずひぬかんに報告とか連絡をしてからスタートします。で、これは何かって言ったら、人が生きていくにあたって衣食住ってあるじゃないですか。で、この衣食住の中の食と住む住を支える火を神様として祀って拝んでいる民間信仰とか自然信仰って言われてます。この火は自然ではないんですけど、この火ではなくて、この火、太陽の火との関わりがあるっていう考え方もあります。で、この火っていう考え方もあるらしいです。なので、火の神って言っても、この火、普段はこっちを使いますけど、いろんな火っていう意味があるよって言われてるのは、お家に火ぬかんがない人は太陽を拝みなさいって言われてるのは、この火をこの火に置き換えて拝んでたりとかするので、これもあながちなんとなく作られたものじゃなくて、ちゃんと関わりがあるんだろうなっていうのをちょっと感じさせる部分かなと思います。で、あとは火ぬかんじゃなくて、かまど神とかかまどの神とかっていう呼び方もされて、もともとはかまど本体を拝んでいたんだけど、それからかまどの後ろ側に石を3個置いて、ここが神様の拠り所として祀られていた後、現在のこの白い香炉とかの火ぬかんになったようです。で、これを言うと、うちのお家にはかまど、要はコンロはあるけどかまどはないよっていう人がいるんですね。で、かまどが今コンロになって、IH とかになってますよね。なので、これはもうまとめてこのキッチンかまどで OK です。コンロは火がつくじゃないですか。 IH は火が見えないですよね。だけど同じ意味で捉えて OK なので、キッチンがあったとしたら、今ね、こっち側に火がある人とこっち側に水がある人がいると思うんですけど、逆にこっち側に水がある人とこっち側に火がある人がいると思うんですけど、火ぬかんは火側に置いてください。手洗うところの、茶碗洗うところの後ろの水のところには置かないで、火のところ、かまどの後ろ側なので、できるだけこのコンロのこっち側とかこっち側とかに置くっていうのが一応基本です。ただ、置き場所によってはどうしてもこの火ぬかんの後ろに置くことになってしまうとかっていうのもあると思うんですけど、これはもう現代のね、お家ではしょうがないことなので、そこは臨機応変に対応していきたいなと思ってます。で、あとひぬかんは女性の神様って言われることがあるんですけど、女性の神様ではなくて台所にあるので、女性が主に拝んでいるところっていう風に捉えていただければいいかなと思います。よくこの女性の神様って言ったら男性が拝んではいけないっていう話をする方がいるんですけど、そういうわけではないので、ここは要注意です。よく女性しか触れないって、ひぬかんを放置して何も触ってない人もいるんですけど、家とか家庭の守り神なので、男性でもひっかりひぬかんを守ってください。
で、その家、その家庭の守り神って言われてて、長男は親から引き継いで、次男三男とかは養子に入る家がなければ自分で仕立てます。女性は基本的に嫁ぎ先の姫官になるので、自分で仕立てるってことはほとんどしないです。で、これについては、姫官を継ぐ人、新しく仕立てる人っていう動画があるので、それをチェックしてみてください。そして、次は姫官の次は仏壇。仏壇ですが、県外でいう仏壇はお寺の縮小版なんですね。沖縄でいう仏壇はお墓の縮小版というイメージです。なので全く考え方が違うのでごっちゃにならないようにしてください。沖縄不思議は、沖縄の仏壇はお墓の縮小版なんですけど、仏教の、お坊さんを法事に呼ぶので、お寺の縮小版としての拝み方を習うんですね。なのでちょっとそこでちぐはぐが起こってるんですけど、そこを意識してお坊さんの話を聞いててもらえるといいんじゃないかなと思います。で、行事ごとは姫官に報告してから仏壇にっていう流れになりますよね。で、仏壇の行事ごとに関しては、重箱の料理のイメージがあると思うんですけど、重箱っていうのはこのね、この箱に入ってるイメージがあります。これが重箱っていうので、で、中に、この箱のことは重箱って言うんだけど、中の料理は、よくうさんみとか言われるんですけど、うさんみもちょっと本来の意味から今はずれてきてるので、私は重箱料理って呼んでます。重箱料理。私が重箱料理って言ったら、中の料理のことですね。なので、この重箱の料理、中身ですね。これ、箱に詰めるか詰めないかっていう話なんですけど、外出を伴う場合、シーミーだったりとかっていう場合は、重箱、箱に詰めます。外に出るから、お弁当箱のイメージですね。で、あとはなんかの法事とか、年季法要とかの行事は、重箱に詰めた重箱料理になります。ここまで OK？ で、ただ、旧盆のようにお墓には当日行かずに、仏壇にお供え物するっていう場合は、その重箱に詰める料理を重箱じゃなくて、お皿に、この重箱料理を乗せてお皿に盛るオードブルになります。ただ、オードブルっていうと、この重箱の料理ではなくて、エビフライとかが入ったオードブルと勘違いする人もいるんですけど、日本ではオードブルっていうのはお皿に盛り合わせたもの、盛り付けたものっていう意味があるので、そこを勘違いしないでください。だから、よく、お盆はオードブルでいいってよっていうのが、重箱の料理をお皿に盛っただけのことをオードブルって言ってるのに、受け取った方は、エビフライとかが乗ってるオードブルを想像してるっていうのがよくあるパターンです。なので、オードブルっていうのはエビフライが入ったものっていうのを思い浮かべるのは、もうティッシュっていうのはもうスコッティ、ラップ、サランラップっていうイメージと一緒で、ティッシュのメーカーがスコッティなだけであって、スコッティの全部のティッシュをスコッティっていうわけではない。で、ラップはラップっていうのがあって、サランラップっていう会社があって、この商品があってっていうものなんですけど、オードブルっていうのはエビフライが入ったものではなくて、お皿に盛り合わせたもの、料理っていう意味があるので、これを間違えないでください。で、あと、これはちょっとおまけの話で、時々なんですけど、県外や海外とかは、姫官やこの先祖崇拝、仏壇とかの考え方がそんなに強くないけど、幸せに裕福に暮らしてる人もいるから、やらなくていいんじゃない？なんで沖縄だけ？っていうのを聞かれることがあるんですね。これ定期的に聞かれますね。で、例えば、沖縄には秋田県のナマハゲってないじゃないですか。で、ただ日本全国にはナマハゲと同じ意味合いを持つ行事は広く分布してる。で、秋田県のナマハゲは家を巡って厄払いしたり、怠け者を諭したりするっていう民族の族は、この、民族ですね。民族行事で地区ごとに開催されるようなんですけど、そのナマハゲを務めるのが未婚の男性、地域の、この地区の、未婚の男性らしいんですけど、人口減少とかで担い手がいない。で、
だからもうしょうがなく寄生虫の親族や畜害からっていう事例も最近では見られるようになったっていうことなんですね。で、ナマハゲはこの家の厄払いとかをするので、ただ沖縄にはナマハゲはないけど幸せに暮らしてる人いますよね。これ逆パターンで考えてます。で、それってどういうことかって、その土地地域での風習があって、そして自分のルーツがどこにあるのかっていうのを考えると、どういうふうに行事ごとに向き合っていけばいいのかっていうヒントになると思うので、ぜひ考えてみてください。だから今どこに住んでるのかっていうのが重要ではなくて、沖縄出身の男性に嫁いだ場合は沖縄の風習になるでしょうし、北海道出身の男性に嫁いだ場合は北海道の風習になると思います。この嫁いだっていう言葉も近年では、私は自分の夫とは結婚したけど家とは結婚していないっていう考え方も言う人もいるんですね。嫁ぐっていうのが女の家って書くんですよね。なので、このなんかね、嫌われてる言葉だそうです、今嫁ぐっていうのは。で、自分の選んだ夫はその家がなければ生まれてなかったっていう事実も合わせてちょっと理解していただければなぁと思っています。これがどんな意味があるかっていうのは、なんか自分なりに解釈して、理解していくっていうのが実は大切じゃないかなと思ってます。まずはこの考え方が基本にあれば、沖縄の仏壇ごととか避難館ごとを受け入れていくことができるのではないかと思ってます。で、いや、それは違うよ、関係ないよっていう意見もあると思うんですけど、その場合は自分が信じた道で進めばいいと思います。そうですよね。一人それぞれ考え方は違うので、ただ私たちはこういう考え方で、仏壇ごととか避難館ごとっていうのを考えているので、沖縄にルーツを持つ私たちにとってはとても重要なものっていうふうに考えてます。例えば私が県外出身であったとしても、夫が沖縄出身であれば、そこの行事とか考え方とか風習に準じて、ちょっと進んでいきたいなと思っています。で、こういった気持ちを持って、今日も避難館とか仏壇に手を合わせて一日がスタートしますよね。今日も良い一日をお過ごしください。最後までありがとうございました。